大臣入る。私は悪の秘密結社欧米財団の大臣レオナルディ大臣だ。まあ、私のことは親しみを込めて大臣と呼んでくれ。今週も全国から私に対して様々なお悩み相談が舞い込んでいる。では早速読んでみよう。スバターさん、はじめまして。はじめまして。あ、スバターさんじゃねえや。大臣、はじめまして。はじめまして。僕は一週間に5回はラーメンを食べている。生っ粋のラーメンマニアです。うん。健康診断、受けろよ。僕の定番は味噌ラーメンにバタートッピングなのですが、この前明らかに僕がトッピングに頼んでいないものが載っていました。それは陰毛でした。ちなみに店員はいかつい店長のおっさんと大学生らしき可愛いバイトの女の子でした。バイトの女の子の陰毛だったらワンチャンなのですが、おっさんのだったら地獄です。確率は2分の1だったのですが、僕は食べれませんでした。食べずに帰りました。大臣はこのようなご経験が終わりでしょうか？あったらお聞かせください。あるわけねえだろ。と言いたいところだがある。うん。まあ、以前に動画にしてるんだが、3年ぐらい前かな。うん。俺の友人が某うどん屋に行ったら、出されたお茶の湯飲み見たら、タンが浮いてたんだよ、タン。で、俺、その話聞いて爆笑したんだけど、後日俺、某ラーメン屋に行って、で、チャーシュー麺にチャーシューのトッピング頼むんですよ、俺。うん。そしたら、ラーメンの上に陰謀が乗っててさ。で、お店見たら、君と同じように、まあ、店長のいかついおっさんと、バイトの可愛い、まあ、大学生らしい女の子だったの。確かに、女の子のだったらワンチャンなんで、むしろ追加料金払ってもいいんだけど、おっさんのだったら嫌じゃん。もう、天国か地獄、デッドアライブなんだよ。うん。どうするこの家計乗るか反るかで迷ったんで、もう、刑事ドラマで言うところのさ、ビルの地下に閉じ込められてさ、爆弾が仕掛けられててさ、うん。爆弾解除しないと死んじゃうみたいな感じでさ、赤のコードか青のコードかみたいな。間違ったら俺死ぬぞみたいな。どっちだ？青か赤か、もう時間がない、時間がない。青か赤か、青か赤か、赤だ、除菌。はい、強くないね。じゃあ早速、お次のお悩み相談読んでみよう。大臣、はじめまして。はじめまして。僕は20代の会社員です。最近ようやくテレワークから解放されて普通に会社に勤務しています。うん、よかったな。そこで大臣にお聞きしたいのですが、最近緊急事態宣言後、毎日のように、感染者数が過去最高を更新しています。大臣はこれについてどうお考えですか？意見をお聞かせください。うん。まあ、担当直入に言うと、みんな危機管理意識が下がってる。うん。で、ニュースで見たんだけど、感染者のうちの半分ぐらいは、追跡に協力しないんだって。要はどこで感染したのか、誰と接触したのかっていうのを一切教えてくれないんだって。半数ぐらいは、言いたくないって言ってるんだって。言いたくない。じゃあこれ何を意味するのかというと、ね。要はバレたくないんだよ。家族とか会社に。で、なんでかっていうと、もう絶対これ風俗だからね。風俗。うん。風俗。このご時世、我慢できずに風俗行っちゃうね、アンポンなんかいるんだよ。うん。こんな状態ですら我慢できないんだよ。うん。俺ね、おっぱぶ我慢してんだからね。おっぱぶ。我慢してんだよ。むちゃくちゃ我慢してんだよ。俺だってな、でっけえおっぱい見てんだよ。でっけえおっぱい見てんだよ。我慢してんだよ。なんでもあれ我慢してんだよ。ふざけやがってよ、ね。ほら。我慢しろよ。ふざけやがって。なんで俺ばっか我慢してんだよ、ね、ほら。そういうね、我慢ができないから、感染者数がどんどん増えていくんだよ。うん。我慢しろ。うん。よくないね。もうちょっとね、もう私的なことで怒っちゃったけど、うん。あと、そうそう。あと、じいさん。じいさん。うん、じいさん。うん。多いんだよ、じいさん。よくさ、スーパーとかのレジに並んでると、じいさん、マスクしてない率高い。ほとんどつけてねえよ。で、咳したりさ、なんか店員さんになんか悪絡みしたりとかさ、3円足りないんですけどって店員に言われたら、足んない足んないのね、多いんだったらあれだけど、足んないんじゃないうわーとかさ、待ったやつは、ゴーゴーとかさ、ふざけんじゃねえよと思うけど。まあ、ああいう体のおじいさんって多分ね、家族いないんだろうね。うん。家にさ、可愛い孫がいたらさ、絶対に移したくねえからマスクすんじゃん。だから、何もない
人なんだろうね。かわいそうなね。俺みたいなかわいそうな人なんだろうね。まあ、あとその頭の茶髪の50歳ぐらいのなんか底辺みたいな見た目のさ、やつがさ、俺がこの某コンビニ入った瞬間にさ、食品に向かってゴーゴーゴーってやつでマスクもしてて。裏から頭ぶん殴ってるかと思ったけどね。本当にさ、本当見た目も中身も底辺じゃどうしようもねえよ、本当に。はい、ということでね。まあ、そういった理由から感染者数が爆増してると思うんだよ。まずまあ、若い子にもいるんだろうけど、俺が見た限りさ、やっぱその、なんか、もうおっさん、もう底辺みたいな見た目のおっさんと、あとその、じいさん、うん、なんか家族いなさそうなじいさん、みさマスクしねえわ、咳巻き散らすわ、うん、あと風俗我慢できねえやつとかさ、うん、まあそういうやつらは、まあ感染者数を、まあ、爆増してるなと僕は思っています。はい、ということでね、大臣、帰ります。はい、じゃあ、お疲れ様でした。